オーディオブックシーズン5特別編前編。1980年7月25日、盛岡市玉山村。盛岡市では珍しい、いちご園の脇にある道路に大型バスが止まった。ぞろぞろ降りてきたのは、バスで1時間程度のところにある正木小学校の生徒だ。今日は小学校で企画されたいちご狩り体験である。大きな歓声を上げた子どもたちはいちご園のビニールハウスに向かって勢いよく走り出した。たくさんのいちごを頬張り満足そうな子どもたちが園長の菊池とめさんの前に集まる。たくさん食べれましたか？ああ、そこの端っこにいる男の子、君、食べ過ぎたのかな？大量出血しているよ。引率の教員と子供たちの目は一斉に小太りの男の子に向かう。男の子は食べきれなかったイチゴを次々にポケットに押し込んだと見えて、潰れたイチゴの赤い汁が大きな赤いシミとなって浮き出てきていた。その男の子の名前は小島健だった。玉山大学研究室。いちがおいしや。いちがおいしや。何やってるんですか？研究室でカラオケの練習ですか？鈴あかね。菊池のいちご園の販売促進のために歌を作ってるんだよ。作詞作曲、すべて私が担当している。ダウンロードするたびに 70% が私の懐に入る仕組みだ。最低ですね。それに誰が先生の歌を買うのですか？まずコンテンツの制作費として菊池に50万円請求する。今まで取り損ねたからな。誰かのおかげで。いちごおいしや、あかねと会いたい。やめてください、こんなこと。ジャムになり、アイスに。やめろって言うんだよ。今なんて言った？もう、先生、もう歌われるのは結構です。と。自分の歌をメモリに録音した小島は、菊池に渡そうと、いちご園を訪れた。ビニールハウスの隣の、小さなコンテナのドアの前に立つと、何か声がする。これは規格外。これは規格 A。これは…窓から覗くと、収穫したイチゴを機械で振り分けしている菊池の後ろ姿が見えた。その横には、たくさんのパッケージと段ボール箱が山積みしている。こんにちは、菊池君。え？小島先生、お世話になっています。学生が推薦したサイトのオンライン販売も順調そうだね。昨日の玉山新聞、写真付きで掲載されていたね。なかなかいい記事だ。テレビでも報道されていたね。おかげさまで順調に売り上げが伸びています。先生のアドバイスのおかげです。先生に推薦していただいた入社した企業は退職してしまいましたが、先生がおっしゃってくれた自分で作ったらいいという温かい言葉のおかげで。いやいや、順調ならいいんだ。自分のゼミの卒業生が活躍することは私にとって嬉しいことだ。今日は私が制作した CD を持参したんだ。鈴あかねの歌だよ。制作費を少々いただこうかと。今までもいろいろね。 CD？ 先生、もう少しで箱詰め作業が終わるので、待っていただいても大丈夫ですか？いいよ。僕は時間があるから。ところで、そこにあるアルバムって何？ああ、これは母が最初に始めたいちご園からの写真アルバムです。見てもいいかな？もちろん、どうぞ。渡してもらったアルバムをめくると、年季が入った写真が差し込まれている。スマホのデータと違って、なんだか味がある。ふと小島の手が止まると、そこにあった写真は
小学生が大勢並んでいる。なんだか不思議に懐かしい。左端に少しふてくされたような顔の小太りの男の子がいる。よく見るとその子のポケットのあたりが真っ赤になっている。ああ、それは最初のいちご狩りの写真です。不作の年を除けば今でもいちご狩りを毎年やっています。慌ててパタンとアルバムを閉じると、後で CD を聴いてみてくれ。制作費は指定の振込口座に入金してくれ。これで君のいちごの利益はさらに上がる。ダウンロードできるサイトは後で連絡する。急用を思い出したので失礼する。テーブルにカバンから出した CD を置くと、小島教授はそそくさと出て行った。後編に続く。